こんにちは、私の幸せが一番 TV です。この番組は幸せな夫婦の作り方についてお伝えしています。今日も素敵なゲストさんにお越しいただいています。幸せな夫婦作りの秘訣をぜひどんどん聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。パーソナリティのともみです。はい、では今日の素敵なゲストさんを早速ご紹介したいと思います。今日の素敵なゲストさんはファスティング&健康コンサルタントキムエミさんです。キムエミさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではエミさんの自己紹介を簡単にしていただこうと思います。カメラ切り替えますね、はい、よいしょ。皆さんこんにちは。健康コンサルのキムエミと申します。主にファスティング、今なんかあの流行りでファスティングってあるんですけど、ファスティング と、分子栄養学っていうのをベースにして、皆様に健康 と、これからの、自分の体の管理の仕方をあのコンサルタントさせていただいております。はい、何を言えばいいのかな。ありがとうございます、はい、カメラ戻しますね。はい、ね、すごい素敵なのでいっぱい質問したいですよね。あれ映ってますよ、エミさん映ってます、はい、この番組は、うん、40代50代大人になってもあの仲の良いご夫婦の秘訣について皆さんにこういろいろ配信させていただいてるんですけれども、なので、前半はエミさんご夫妻についてね、いろいろご質問させていただきたいと思います。で、後半はエミさんのご活躍ご活動についても、うん、あの多分ね、あのファスティングとかご興味ある女性が多いので、その辺もお聞きしていきたいなと思っています。まず、エミさんとご主人様は、うん、結婚されて何年ぐらい経たれるんですか？結婚してからは27年になります。めっちゃ長いですよね。めっちゃ長いですね。出会ってからはもう28年とかになります ね、もう30年選手ですよね。30年選手になってきました。もう全然だからご主人様と一緒にいるというか、うん、出会ってからの方が長い、人生の中でね。そうなんですよ、で学生の10代まで日本にいたので、うんうん、親に育ててもらったより主人と一緒にいる方が長いので、ねー素敵。なんか一時、うん、はちょっと悲しかったです。どういうこと、どういうこと。なんかみんな大体なんか20代30代で、ね、親御さんと一緒におってからなんか結婚するっていう感じだったから、私はもう10代で離れちゃったんで、なんか子供が嫁に行くっていう、なんか親もそうやし私もなんか親から離れてしまうっていう悲しい気持ちでした。でも離れられたのはエミさんのこう希望というか、うん、そうですね、希望なんですけどね、なんかね、でもそうですよね、複雑ですよね、うん、複雑でした。どんな時も100ゼロはないので、うんうんうん、ね、でもそれでも寂しい思いを抱えながらも自分の人生歩んでいかれた、うん、そうそう、エミさんは、うん、とてもインターナショナルな方で、日本にいる時間よりも海外にいる時間の方が長いっていう、とても魅力的な、そうなんですよ、方なんですよね、うん、なんか一番最初にあの主人と出会ったきっかけっていうのも海外留学先で出会ったんで、かっこいい、うん、ね、もうそれだけでかっこいい、ありふれた話なんですけど。なんか一番最初に行ったあのたまたま私も日本から、留学に行ってて、主人もオーストラリアから留学に行ったっていう感じで、出会った先はソウル、うん、韓国のソウルでした。うんうん、で、そこで出会って、主人と結婚してからはオーストラリア、まあ、主人がたまたまその韓国系のオーストラリア人だったっていうことで、うんうん、韓国で生まれ育ったんですけど、うん、オーストラリアで育った人なんですけど、うんうんうん、で、まあ
たまたまそのメルボルン、オーストラリアのメルボルン出身の方だったんで、うん、帰ろうかってなって、うんうん、オーストラリアのメルボルンに、うん、はい、嫁いだというか、嫁いだっていう感じですね。いいですね。すごい私の本当に純粋なご興味じゃない、興味でどんどん質問していくんですけど、うん、ご主人様はこう見た目は、うん、オーストラリアン、それとも、コリアン、がっつり韓国人です。見た目は。そうなんだ。じゃあ、はい、パッて見たお二人はあのアジアのカップル、アジアのカップル、そうなんだ。日本にいた日本人のカップルになるし、見えるぐらい。あ、そっかそっか、うん、で一応韓国人同士、私も在日韓国人3世なので、うんうんうん、一応韓国人同士なんですけど、うん、国が違うので、うんうん、やっぱりあの育った環境ってすごい大きいんで、まあ言えばね、北海道の人と沖縄の人が結婚したみたいな感じでしたね、うんうんうん、同じ日本人なのにっていう。だから逆に言ったら、うん、その、うん、なんて言うんですかね、血だけで、うん、そのいろんなこう差別とか区別とかがね、世の中にあるけど、うんうん、意味ないってことですよね。だから ね、それだけ同じ血を持っていても、うん、違う場所で育てば全然カルチャーも価値観も違うんだから、うん、っていう証明ですよね。そうですよね。そっか。ってことはあの、うん、だからご主人様オーストラリアの文化を持っているわけでしょ、うんうん、そうですね。でヘミさんは、小さい時は日本だから、ね、日本の文化を持っている、うん、そうです、そうです、そうです。私は韓国人でありながら韓国人のいない環境で育ったので、うん、生まれた時から日本の環境で日本の教育を受けてきたので、うんうん、いや逆に韓国の文化はあまり知らなかったってことですよね。親とか食べ物とか、まあ、あのおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんからはそういう文化とか歴史を聞いたことはあったんですけど、ちゃんと学んではおられるんですね、うんうん、だけどそんなに自分が韓国人っていう自覚は全くなくって。そうですよ ね、 やっぱりこう自分の肌で触れたものが一番ですよね。そうそうそう、なんですよね。だから環境ってすごい大事で、なんか自分が何人っていうよりかはやっぱりどこにいるかっていう影響もすごく、そうですよね、誰と会ってるかとか、ね、どこにいるかとか何をしたかっていうことが大事ですよね、うんうん、そうですね、うん、で、まあ、あのメルボルンに行って、うん、主人の仕事の関係で、うん、なんか、一番最初に行ったのがソウルの韓国だったんです。韓国のソウルだったんですけど、うんうん、そこで2年住んで、うん、その後日本に、東京にまた2年住んで、うんうん、その後シンガポールに2年住んで、もうめっちゃ羨ましい。で今あの主人が香港にいるっていう感じですね。そう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 ね、その、うん、そのお話も後で、うん、ぜひいっぱいお聞きしたいなと思ってるんですけど、うん、ね、他の方とちょっとだけタイプが違うというか、うん、少し珍しいタイプのご夫婦なんですよ。ね、まずじゃあその日本人って言っていいのかな、日本人であるエミさんとオーストラリア人である、うんうん、まあ、その文化がね、うん、育った文化がね、うん、ご主人様ってどうですか、結婚されてあの、うん、その文化の違いで喧嘩されたりしました？もちろん喧嘩というかね、意見のまあまあ食い違いとか、やっぱりその育ってきた環境が、私は韓国人でありながら日本の文化もある、主人は韓国人でありながらオーストラリアの文化もあり、うんうん、あと主人あのちっちゃい時にちょっとあの理由があって、うん、イタリア人の夫婦に育てられてたんですよ。もうめっちゃかっこいい。すごいですね。そうなんですよ。だから主人結構そういうミックスなところがあるんで、うんうん、めちゃめちゃインターナショナル。そうなんですよね。で一時期本当にちっちゃい時、幼稚園ぐらいまであのイタリア人のおじいちゃんおばあちゃんにね育てられてて、うんうん、なんかそういうので環境がすごいごっちゃごっちゃした人をやったんですよ、ね。なんかこうイタリアの文化と日本の文化って真逆な感じがする、うん、あのすごく想像だけど、うん、あのね、韓国とイタリアってよく似てるんですよ。え、意外。あの
国見てもイタリアってブーツの形してるじゃないですか、半島なんですね、韓国も出っ張って半島じゃないですか、なるほど、うんうんうん、で性格的にもすごく陽気で暑い国じゃないですか、イタリア人って、そう、ね、女性の恋愛に対しても、韓国人もそうなんですよ、熱しやすく冷めやすいっていう、だからよく似てるんで、実はよく似てますね。で、日本人ってイギリス人に似てるって言われてるんですよね。だからなんかそういう保守的な感じ。保守的な、あと国も島じゃないですか。島国じゃないですか。確かにそう、なんか、そうそう、お友達のね、イギリス人の人も言ってた、だから日本にいるのすごくなんか自然な感じみたいな。なんか、ここなんだけども、やっぱりちょっとこう大きな傾向はありますよね。そうですよね。日本人ってこんな感じだなとかね、韓国の人こんな感じだなっていうのはね。でもそれでも30年仲良しだから、すごいですよね。素朴な質問なんですけど、てか皆さん気になってると思うんですけど、ご主人様とは何語で喋るのって。それね、めっちゃ聞かれるんですけど、いつも。だって で私そもそも19で出た時に、英語を習いに留学行ったわけじゃないじゃないですか。私韓国語を習いにソウルに行ってるんで、で出会った時の言葉が、私全然韓国語ができなくって、主人はそれでもちょっと韓国語が上手だったんですよ。なんで韓国語で喋ってます、夫婦は韓国語、オーストラリアにいた時は外に出ればもちろん英語喋らないと、私もお友達とか買い物とか行ったりしたら英語喋らないといけないので、片言の英語で頑張ってました。そうか、オーストラリア2年っておっしゃいましたさっき。もっと長かったです。あっちこっち行ったんですけど、結局また香港の後に私オーストラリアにも帰ってきてるので、オーストラリアが一番トータルとしては十何年で長いんですよ。あら、じゃあ一番英語がお上手って皆さん思われるんですけど残念ながら違うの、それはちょっと違うんですよ。それはやっぱり母国語が一番ね。そうなんですよね。それは上手ですよね。そっか、ご主人様は英語が一番お得意なのかな。そうですね、彼のファーストランゲージは英語で、セカンドランゲージが韓国語って感じです。お二人の韓国語はだいぶ上達されてペラペラなんですか。そうですよね、まあ、いわば第二外国語同士なので、なんか言うほど成長はないかもしれないですけど一応なんか意思疎通はできるような。めっちゃわかる。で、私はずっと韓国人のコミュニティにずっといたんで。あ、素晴らしい。そうなんですよ、オーストラリアにいてもそうやし、ずっと韓国人のコミュニティにいたんで、韓国語はもう成長する一歩やったんですよ。素晴らしい。主人は日常会話で、私はもういろんな人と喋ってるから。あ、じゃあ最初はご主人様のが上手だったのに追い抜いた。そうなんですよ。いやー、素晴らしい。で、喧嘩とかすると韓国語は私の方がめちゃめちゃ上手なんですよ。喧嘩ってね、語学を伸ばしますよね。そうなんですよ。知ってるそれ。そう、あれすごい伸びるんですよ。めっちゃ出てきますよね。普段出てこないのに。めっちゃ出てきます。わかる。なんか恋愛っていう、恋愛しちゃうと、同じ相手と、喋るから、そんなに発展ないんですよね、語学にね。で、なんか分かり合ってる風になっちゃうから、そうすごいそれもわかる。だけどなんかなんかいい風に言えば、その語学ができない分、止まる、言いたいこと、これはやめとこうって、これは言わへんかなとか、だからそれぐらいで多分収まってたと思うんですよ。で、私たち夫婦同級生なんで、同い年ってことですね。同い年なんで、やっぱり喧嘩になると、うわーってなっちゃうんですよね。じゃあもう全部わかる、どうしよう。私もそうなんですよね、夫と同級生。そうですよね。めっちゃわかる。なんかもう お互い対等だからね。そうなんですよ、そうなんですよ。めっちゃわかります。だから語学でなんとなくこう抑えられてたみたいな。それ本当によくわかります。なんか私もニュージーランドにいた時に、その
なんだろう、あんまり上手じゃないと自分のいいように解釈できるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。めっちゃなんか解釈がポジティブやったり、なんかきっと思ってくれてるんだって、うん、そこでは止まるので、うん、めっちゃいいですよね。そう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 、本当はどう思ってたかわからないけど。そう、なんか帰ってよかったかもしれないですね。できないっていうことが、ね、お互いこう、うん、いい想像をし合ってね。そうそうそうなんですよ。めっちゃいいな。ただやっぱり語学ができない分予想するのもすごい、うん、想像力も豊かになっているので、うん、こうじゃないかああじゃないかっていうのを予測しちゃうんですよね。ネガティブな面もね。そうなんですよ。そっかそっか、近くなるなったら ね、距離がね、うん、そっか。じゃあそれでも30年ですからね、うんうんうん、あ、まずじゃあ最初に、うん、どんなところに惹かれて、うん、ご主人様に決めたんですか？やっぱり、私たち10代で出会って結婚したのも21やったんですよ、うんうん、なんで21で、僕があなたのなんかこう、ね、責任を取りますって言ったのが、うん、素敵、めちゃめちゃかっこよかったんですよ。本当ですね、そんな若いのに、うん、21でこれを言えるんやと思って、で本当に誠実な人なんで、うん、それを言って、あ、この人についていけば絶対に大丈夫やっていうのが分かったんですよね。素敵だな、うん、韓国人なんでね、そこは。それはどういうことですか？韓国人のそういうなんかこう俺についてこいみたいなのがね、そうなんだ、韓国の男性って。そうなんですよ、結構なんか韓国の男性ってすごいレディーファーストで女性にすごい良くしてくれるっていうようなイメージもある。それも合ってるんですけど、それにやっぱりついてこいっていう、そのなんていうの、そういうのリーダーシップ的なところもありますね、やっぱり。そうなんだ、うんうんうん、結構肉食な男性もドラマで見てたら多いじゃないですか、うん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 、そんな感じですね。あ、そうなんですね、うんうん、それはなんか女性が惹かれますね、やっぱりね、うんうんうん、そうか。じゃあその幼い、まあね、今から見たら幼い2人の幼い決意だったはずだけど、でもちゃんと30年ねしっかり絆が強くなっていて本当素敵だなと思うんですけど、まあたくさん喧嘩もされて、でもなんかたくさん喧嘩はしたけど離婚の危機みたいなのはなかったっておっしゃってませんでしたっけ？なんかね、あったのはあったと思うんですよね、きっとね、うん、日々なんかだけど別れても私の場合はスッと帰れる距離じゃなかったんですよ、いつも。そっか、海外やったんで、うんうんうん、喧嘩してパッと帰れるっていう場所がなかったっていうのも一つの要因が、でもそういうのありますよね。環境やったかもしれないですね。うん、で、同居もしてたんで、うん、喧嘩、同居？そうなんですよ。主人の家族と、海外で。そうなんですよ。当時学生でお金がなくって。エミさんすごいね。そうなんですよ。海外でご主人様のご両親と同居、うん、そうそうそうです。あとお兄さん夫婦とかも当時いたので。そうなんですよ。だから意外にいろんなこと経験してて、本当エミさんすごい。それはだってもうなんか涙ですよね、帰りたいよって辛い時はね。だから寝室が結局なかったんですよ。喧嘩しても他の部屋で寝るとかって一個もなかったんですよ。へえ、場所がなかったんで。なんかちょっと昔の昭和の時代みたい。そう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 、別れたくても別れられなかったが結局すごく良かったっていうっていうのもありですね。よく耐えられましたね、偉いな。でもそういう辛い時に、うん、こうなんていうの、どうやって気持ちをね保ったんですか？うん、そうですね、まあ子供がいたっていうのもあるかもしれないですね。うん、うん、今ねお子さんいても結構、うん、離婚されるカップルも多いじゃないですか。エミさんの中で子供がいたっていうのがどういうなんていうんですかね、うん、別れない理由になったんでしょうか、エミさんの考え方。考
え方もあるかもしれないですけど、やっぱり私たち夫婦の場合は子供っていう存在は大きかったかもしれないですね、もしかしたら。つまり離婚するよりはしない方が子供のにはいいという価値観、うん、そうですそうですそうです。辛くても、うん、いやなんか意外と保守的あ、すごいインターナショナルなのに意外と保守的かもしれませんね、うん、なんか昔の日本女性みたいな。そうですそうです。あのうち両親が、あの父が昭和一桁の人なんですね。で、あの母が戦中生まれの人なんで、意外と上年上のご両親なんですね。そうなんですよ。あの私末っ子で3人兄弟のお兄ちゃんがもう一回りぐらい離れてる兄が2人いるので、そうなりますよね、絶対ね。そうなんですよ。なんかそういう環境で育ってきたんで、多分その私すごい保守的な考えを昔、今は違いますけど、持ってたんで、でそこと主人の考えとちょうどあったのかもしれないですね。ご主人様もそういう意外にそういう堅実というか保守的な、そうそうそうですそうです。でやっぱりオーストラリアに行ってそういう韓国人の家族と一緒に住むってなったら、21やったからもう何にも世間知らずで、お母さんに言われること、みんなが言われることを素直にやらないといけないって思ってたんですよ。素敵素晴らしい。そうなんですよ。なんかそういうタイプの方が海外に出ること自体が逆にじゃあなんか意外ですよね、うん、でずっとその働かずに家にいて、だけど私はずっと社会とつながりたいと思ってたんですよ。なんかこの今の仕事につながってると思うんですけど、いつかは絶対に社会に出て働くって思ってたんで、で若いからタイプ的にわからないんですよね、自分のことが、うん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 、で働く環境でもなかったですし、うんうん、どっちかというと働くより主人を支えた方がいいって思ってたんで、うんうん、それも多分思い込みやったと思うんですけどね、今から考えたら、うんうん、で今はやっぱりこういう時代ですから、女性も女性男性関係なしにやっぱり社会に出て働いた方がいいと私は思ってて、結構ちっちゃい時から男女差別に私すごく敏感だったんですよ。へー。でやっぱりうちの親も、うん、韓国系なんで、うん、やっぱり長男が大切、うん、男の子が大切っていう文化、厳しかったんですよ。ね、で私もそれで来たんで、うん、なんでお兄ちゃんばっかりみたいな、なるほど、男の子が何みたいなはずっと思ってたんですよ。なんか逆効果ですね、結局教育ってね、うん、そうなんですよね。そうしろしろって言われると、言われば言われるほど、うん、その、うん、そっち側を見たくなるっていうか、そうなんです、そうなんですよね。でそれをずっと思いながらも自分がやってるのは真逆のこと、うん、教えられたことをやっぱりやってしまう、堅実にやってたっていう、うんうん、なるほど。だからよく病気もしてましたし、毎日しんどい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 言ってましたし、自分らしく生きれてなかったっていうことですね。そうです、そうです。自分らしくないっていう意味ではすごくいい経験をさせてもらった20代やったかなとは思いますね。本当に素敵な20代ですよね、うん、めちゃめちゃ羨ましいですよ、うん、もういろんな国でね、うん、そうですね。でもやっぱりご苦労も多かったんだろうなって思います、うん、今お聞きしたらね、うんうんうん、すごいいろんな体験、人よりいろんな体験はしてきたのは確かです。嫁姑、子供の問題、兄弟の問題も、いろんなコミュニティの問題とか、もう本当に今日本では体験できないようなことを20代でさせてもらった、20代30代でさせてもらったんで、すごくありがたかったなと思って。いや我慢強かったですね。だから今のコンサルにずっとつながってて、今までその大喧嘩ね、うん、なった時ね、うん、どうやってそのなんていうんですか、ね、収まるんですか、恵美さんご夫婦は。とりあえず喧嘩わーってなってしまったら、うん、言いたいことを言って、うん、なんかちょっとプイってしてたら、
次の日になったらまた忘れてるっていう。どっちがですか？私がなんですよ。すごい素敵。私がなんですよ。そのほんで、あ、喋ってしまった、喧嘩してたんやってなるんですよ私。あのね、ここに来られる方何人かそういう方おられるんですけど、私も信じられないんですよね。どういう脳みそになってるんですか。そう、めちゃめちゃ素敵ですよね。単純なんですよね。だってめちゃめちゃ腹立って寝たわけでしょ。そう、そやのに朝起きて普通にしてるから、今日負けたみたいな、めっちゃ素敵ってなる。でもそれは負けるが勝ちっていうか、負けてない、結局エミさんの勝ちですよね。だってもう人としてめちゃめちゃ大きいですもんね。すごいって言いますけどね、負けるが勝ちって言いますけど、いや本当にだってでき人ができないことじゃないですか、うん、悔しくて、うん、こっちから意地っ張りでこっちから声かけるなんてって多分みんなが思ってる中で、忘れちゃったってなんて可愛いんだろうと思ってそんな人いるのと思ったら結構いるんですよね。結構いるみたいですね。それはご夫婦円満のすごい大きな秘訣ですよね。秘訣やと思います。多分これを見ていただいてる方もできないできない、そんなんできないって多分すごい声が聞こえてきます今。素敵。でもだってエミさんが普通に話しかけたら、さすがにご主人様も普通にしてて、じゃあそしたらなんかモーニングでも行こうかって、カフェでも行こうかとかってなっちゃうんですよ。でもそれをもし意地張ってたら1週間、うん、もうめっちゃ苦しい口聞かない期間とかになっちゃうもんね。喧嘩、喧嘩した時はもうこの人とはもう一生喋れへんと思うんですよ思うねんけど、なんか寝て起きたらかわいいありえますか、そんな、そんな魔法それなかなかみんな真似できないから、あんまり秘訣にならないかもしれないけど、でもすごい素敵です。それは本当に素敵。ならないですね。あとやっぱりそのお互いの言いたいことを言うっていうのも大切やと思うんですよ、うんうんうん、私夫婦で今までやっぱりうまくいってた秘訣はってもう一つあって、うん、あの相手のことを本気に、うん、あかんって思ったら、うん、それを正直に私は伝えるべきやと思うんですね、うんうん、夫婦やったらお互いどんなことがあっても受け入れるっていう姿勢と、言ってこれは許されへんと思ったらもう全部言います、うんうん、めちゃめちゃ力が入ってる。そうなんですよ。もうとことん話し合って、こうじゃないって否定するんじゃなくって譲り合うっていう姿勢を見せてねっていうのを話、うん、あの最初に言っといて話します、うんうん、あ、その最初にコミュニケーションするのが大事ですよね、うんうん、で、うん、あのやっぱりこうあのキーワードとして本気で、本気で向き合えるのってご夫婦ぐらいだと思うんですよ ね、この世の中でね、がすごく特別な存在だと思うんですよね、なかなか本気で向き合える人って他にね、なかなかいないですもんね。みんな逃げてしまうんですけど、あの逃げてしまったらほんまにそれこそ負けると思うんですよ、向き合って話し合った方が解決に行く道は多分近いと思うので、私たちは結構話す時もありますね。大事だと思います、それを本気で言えるのは絶対に受け止めてくれるってって思えるからっていうのもあると思うんですよね。それはあるかもしれないです ね、最初に深い信頼関係がないと、なかなか本気でのコミュニケーションってできないと思うので、まあ、そこがそもそも素晴らしいですよね。そうですね。だから喧嘩する前に最初に受け止めるっていう姿勢で話し合おうって、いやー素敵、歩み寄るって理解し合うっていう、じゃあもう常に喧嘩は本気なんですね。だと思います。なのに次の日忘れるんですね。そうなんです。でもそれ言い切ったから忘れれるのかもしれないですね。スッとするんですよ向こうはもや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 してるかもしれないんですけどでもご主人様も同じように本気で、話してこられるわけでしょ。あのうち主人ね、結構ね、なんていうのかな、こもりやすい性格の人なんで、それを引き出してあげることがすごい大切なんですね、で私は
それをこう引き上げ、うん、こう掘り下げて掘り下げて結構、うんうん、聞き出すかもしれないですね。ご主人様にももう長年かけてコンサルしてるってことですよね。はい。なかなか、うん、その、うん、深掘りってあんまり男性陣、うん、まあ男性脳としてもあんまり深掘りって向いてない、まあまあね、いろんな人がいるけれども個体差だけれども、うん、でも一般的に言えばやっぱり深く考えていくのが好きなのは女性の方が好きなので、そうですね、そうですね、だからこう女性に言われて一番大切な人に言われて気づくっていうのはよくあることかもしれないですね。そうです、そうです、そうです。なんでそういう話し合いっていうのもすごく大切かもしれないですね。本当ですね、いやーそっか。じゃあご主人様の好きなところってその誠実さなんですかね。そうですね、誠実やし、どんな人とでも仲良くなれるっていうキャラを持ってる人なんで、そこが好き。そうそうですね、結構社交的な人なんで、うん、社交的な人が魅力的に映ったんですね、エミさんには。人を問わず好き嫌いがないっていう面では素敵ですね。私の家族に対してもそうやし、私の周りのお友達に対してもそうですし、やっぱ壁を作ってしまったらなんかそこはやりにくいじゃないですか、うんうんうん、そういう面がない人ですね、結構ね、フレンドリーな人です。あ、うん、そっか、素敵だな。じゃあ、うん、ご主人様は、うん、エミさんのどんなところが好きっておっしゃってるんですか。天真爛漫なところかもしれないですね、もしかしたらね。天真爛漫わかる。なんかお前は何にも考えてないってよく言われるんですけど、一応考えてんねんけど、いや考えてると思いますけど、結構自由な人なんで私、うんうん、でもその自由さが好きなんですよね、多分そうやと思います。そうそう、その自由のお話からなんですけど、うん、結構離れて生活されてることが長いんですよね。そうなんですね、子供が小学校5年生の時から結構離れて、主人は香港、私たちはオーストラリアとか、うん、どうしてそういうことに なっていくんですか。主人の仕事がたまたま香港になって、うん、香港で子供を育てるのは環境的にちょっと厳しいから、うん、そうなんですね、うん、それやったらオーストラリアの方が子供育てやすいんじゃないかって言って、うん、主人の実家に私と子供だけ戻ったんです。ということは、うん、ご主人様いないのに、お姑さんとずっといました。すごい仲良しですね。仲良しといえば仲良しですし、でもいろいろありますよね。そうそう、嫁姑なので、ね、仲良くてもありますよね。そう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 ね、それでもそこに行ってお子さんたちのためにって、うん、エミさん偉いの、いろいろさっきから実はインターナショナルなだけども、すごい保守的で偉いの、うんうん、そっか。じゃあお子さんの教育のために単身赴任を選ばれた、単身赴任ですよね、選ばれた。で、そこからはどうなっていくんですか。そこから、うん、子供がたまたまそのオーストラリアの大学に入ったので、私は、子供からオーストラリアにいる子供のお姑さんのとこから香港に戻ったんですよ、主人のいる香港に。さっき4年生とおっしゃいましたっけ。そうなんですよ、子供が5年生、6年生、ほとんど6年生になる時から大学まではずっと主人と離れて、そっか、7、8年ってことですよね。そうですね、7、8年は離れて、まあ、1年に1回か2回香港に行くとか、主人が帰ってくるっていう生活をずっとして、で子供が大学に入ったので、うんうん、おばあちゃんにお任せして、うんうん、私は香港に帰ってきました。なるほど、うん、でもオーストラリアにいる頃から私ずっと健康の勉強をしてたので、うんうん、それで日本に行ったら絶対に自分で何かをしようと思ってたので、うん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 、それで今の仕事につながって
てるんですけど。そうか、ご主人様と住むために香港に行かれて、うん、それは何年ぐらい2人生活されたんですか？3年とかですかね。だけどその3年の間も結構もう 2,3 ヶ月に1回大阪に来てとか。へー、そうなんですね。うん、で1ヶ月2ヶ月おってまた香港帰ってっていう生活はずっとしてて、それで今の仕事をずっとやってたんですよ。でそのやっと会えたのにとか、うん、やっと一緒に生活できるようになったのに、またエミさんは日本に来られるんですよね。うん、そうです。それはどうしてそうしようと思ったんですか？私がそうしたいからです。ご主人様は香港にお仕事があるから香港にずっといるっていうのは、うん、まあまあちょっとわかります、うん、理由としてはね、うんうんうん、エミさんは香港より日本が良かったんだ。そうですね。そこは なでですか？19で日本を離れて、うん、やっぱりなんかその日本で仕事をしたいってずっと思ってたので。なんでやろう。あの多分そのなんか勉強する、あの私ずっとオーストラリアにいた時に勉強してた時に、オーストラリアって結構予防医学っていうのをきっちりやってる国なんですね。あの医療費が高い安いじゃなくって、自分のライフスタイルを持ってるとか、予防医学、食べ物、もういろんなことに予防としてやってたのを知ってたんで、私もそうやったし、日本に来たらいきなりなんかたまに日本帰ってきたら満員電車に乗ったらみんなイライラしてるし、コンビニだらけやし、やっぱりこれって日本ってね、日本人のその食生活とかを少しでも変えていけたらなと思って、うんうん、そっか、じゃあ日本なんですよ。海外から見た日本が、うん、あ、うん、ここで私はお役目があるっていう感じに感じた。この方たちを救わなければっていう感じ、うん、っていう感じになったのがきっかけで日本に帰ってこようと思いました。そうか、うん、でそのやりたいお仕事のために、うん、あのご主人様との生活よりもそちらを取って、うん、そうですね。まああのね、今までもずっと離れておられたから、離れてても絆は、うん、薄くならないってことは十分分かっておられたっていうのもあると思うんだけど、うん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 、そうか、その時にご主人様寂しいっておっしゃらなかったですか？いや、あのうちの主人なんですけど、うん、結構趣味が多い人で、うんうん、あの運動ブラジリアン柔術って ご存知ですか？なんか聞いたことありますよ。格闘技なんですけど、うんうんうん、あれを趣味としてるので。大きい方なんですか？大きくはないですけど、ムキッとはしています。かっこいい。で、うん、あの食べ物であったり、いろんなことが自分でできる人なんですよ。素敵ですね。もうそうであってほしい、日本人男性も。もうね、これからはね、男性も、うん、私も息子、子供は男の子で息子なんですけど、うん、息子にも毎日、うん、もう毎回言うことが、うん、男の子でも料理も作れて、うん、家事ができないと結婚できないよって言ってます。いやー、なんかね、一緒にやってます。そうですよね。だから結婚するためというか、うん、なんて言ったらいいんだろう、じゃなくてもやっぱりね、自分のなんて言うんですかね、生きる術じゃないですか。なんだろう、なんかね、なんか男の子はしなくていいとかね、なんかそういう文化は私はちょっと私の家族の中ではありえないので、ね、自分が食べるものだしね、うん、そうですで主人がそれを結構してるので、自分で作って健康になものを自分で作って自分の体の管理もしてっていうのをやってるので。そっか、心配がないんですね、うん、心配がないんですよ。心配はないけど寂しいって言われなかったですか？寂しいとは言われましたけど、うん、でも止めはしないんでしょうね。止めはしないんですね。生き生き生きてる、あのそれでも君の人生やからって君が決めなさいってよく言われます。うん、あ、素敵ですね。だからそれはすごい理解し合ってると思います。なんかね、離れると、うんうん、たまに会うのがまたいいですよね。そうなんですよね。うん、めっちゃそれもめっちゃわかる、ね。たまに会って、うん、なんか美味しいものを食べながら、ね、ああやってこうやってって喋る方が、ね、そうね、わかる。毎回新鮮みたいな ね。そう、なんか文化とか、うん、少し世代の上の人がこう言うからとか、こう見られ、なんかなんていうの、
人からの目とか、それで苦しんでる人多分いっぱいいるんで、人の目っていうのは、私も日本にいた頃は人の目が気になって気になって、ね、それですごくいろんなことを悩んでたんですけど、私海外に行って本当に学んだことの一つとして、人の目を気にしない、自分は自分っていうことを一番最初にやっぱり海外に行った時に覚えたんですよ。で、海外に行ったら男の子も女の子もないっていうのも私その時にすごく感じたので、だから人の目を気にするんやったらなんかしょうがないなとは思うけど、だけど自分の人生本気でこれから生きていきたい、楽しみたいって思うんやったら、自分軸にした方が、それは多分周りからしたらわがままとか勝手って覚えるかもしれないですけど、まだいらっしゃると思うんですけど、私はそれはそういう人もいてもいいと思うんですけど、私は違うので、私がハッピーで私が楽しく生きてれば、子供たちも楽しそうやな、楽しく生きてんなって、パパとママのライフスタイルも素敵やなって言ってくれると思うし、あれなんですよ、日本って、10代、20代、30代っていう若い人たちの死因の1位が自死、自分で亡くなってるんですよね。なんかね、自分の人生大切にできない、できにくいのは、そういう人の目にだいぶ苦しんでると思うんですよね。だからなんかもう、今までのその文化とか、そのね、ちょっと世代の高い人たちの、もう本当にね、そろそろね、やめて、そうですね、自分の人生大切に生きることが一番大事だよっていうのを、みんなで共有したいですね。そうですね。で、今私の周りでも、自分がちゃんと生きれてないのに人のためにばっかりにやってるとか、子供ばっかりにやってるっていう人がすごく多いんですね。それがすごい幸せならいいですけどね、だけどそれって結局苦しむの自分じゃないですか。母親とか私たち自身がハッピーであることが、自身が今の幸せをに感謝して、幸せだって、少しでも小さい幸せをたくさん感じていくっていうのが、ほんまにその周りの人たちの幸せでもあると思うので、ね、本当ですね、そういう人が本当に増えてほしい、増えてほしい、ほんまに、ね、はい、いや素敵ですね、じゃあそんな、じゃあ最後に、エミさんが思う、その結婚の大切さ、結婚してよかった理由というか、結婚の大切さ、感じてることをよかったら教えてください。そうですね、結婚してよかったことっていうのは、やっぱりパートナーがいることによって、心の支えになると思うし、あとやっぱりその理解してもらえる相手がいるっていうことは、何でもやるその力になるというか、この人が信じてくれるから頑張ろうって思えるっていうのは、多分すごく大きいかなと思います。本当泣きそう、ちょっといやもうそれに尽きると思う、なんか、こう自分で、先から自分を生きましょう、自分の好きに生きましょう、自分の人生だからって言ってるけど、でもじゃあたった一人で何かできるかっていうと、やっぱりそんなことないんですよね。分かってもらえる誰かが一人でもね、一人でも理解してもらえる相手が一人でもいるっていうことが、多分すごく感謝ですね、本当にありがたい存在です。本当ですね、だから逆に結婚してもそういうパートナーになってない場合は、ちょっと問題ですよね。そうですね、結構苦しい結婚生活をされてる人も多いので、そこはね、なんとか改善できたら。そうですね、お互い意地の張り合いではなくって、少しでも相手のことを、相手が本当にどうしたいかっていうことを理解してあげるっていうこともお互い大事やと思ってるんですね。本当そうですね、お互いなんですよね。そうなんですよね、
じゃあエミさん、こんな素敵なエミさんがどんな活動をね、うん、普段されてるのかっていうお話もお聞きしたいなと思います、はい、写真をね何枚かお持ちいただいているので、もうめちゃめちゃ素敵なんですよ、本当にもうこれは女優さんですよねすいません、なんで素敵細やかの写真で全然3枚お持ちいただいているので、まずね、1枚目をこのお写真を元に、まあ、どんなことをされてるか教えてください、はい、今現在、ファスティングと、分子栄養学っていうのをベースにして、お客様に健康のコンサルをやってるんですけど、ファスティングっていうのは今流行ってるじゃないですか、みんなどうやみんな知ってるね、私のコンサルの場合は流行りとかじゃなくって、どういうファスティングをしたらどういう効果があって、どうなっていくかっていうのをきちんと具体的に説明をさせていただいて、分かった上でやるファスティングなので効果が高いんですね、痩せるだけやんファスティングじゃなくって、その先に痩せた先には何があるかっていうのをきちんと話をさせていただいてます。あとファスティング終わってからの食生活もすごく大切なんで、そうですよね、何を食べるかではなくって何を避けていくかっていうことの方が第一大切なので、今のポイントです ね、 そうですね、何を食べるかじゃなくて何を避けるか、ただたったそれだけです、なるほど、食べ方を変える、食べ方を選択を変えていくっていうだけです、なんか人生と一緒ですね。そうですね、なんか人生もそうなんですけど、常にこう選ぶポイントってあるじゃないですか、ファスティングも同じです。これとこれ食べるんやったらこれはこうやからこっちにしようとか、で分子栄養学っていうのなんですけど、栄養療法なんですけど、私の場合はお客様から血液検査をいただいて考察してから、でお医者さんのレベルではなくって、もうちょっと早い段階で原因をちょっと、なるほど、病気になる前ですよね、前の時点で、見れるの で、 いやすごいですね、そこでちょっとアドバイスをさせていただいて、ただ私はお医者さんではないので、はっきりなことは言えないんですけど、参考になればと思ってそれもやってます。なるほど、次の写真も見ましょうか。やっぱり女優さんですよねもう本当に美しくて、写真と全然違う、そんなことないですそんなことないです本当にうっとりしちゃう、こんな綺麗な先生みたいになれるんだったらって思いますよねやっぱりだってファスティングって綺麗になるイメージですよね、毒素をこう出して、そうです、そうです、と同時にファスティングは嫌なものも全部排出させる、ので邪気も全部落としていくっていうイメージです。で、あとそうですね、私はその前にもいろんな行政さんとの、セミナーとかもやったりもしてて、健康にママたちに意識 してもらえるように、子どもたちにどういうふうに食生活を導いていったらいいかっていうセミナーをしたり、ファスティングのセミナーもしてますし、今後またいろんなところで健康のセミナーを皆さんに少しでも意識してもらえるようなセミナーをどんどんしていこうかなと思ってます。やっぱ健康じゃないと美しくなれないですよ ね、 そうですね、エミ先生みたいにねそれはそうだ最後の写真見ましょうか。やっぱり女優さんなんか気取ってません、なんかこれはでもちょっとプロフェッショナルな感じですよね、ポーズがね、なんかさっと撮られたんですけど、多分カメラマンさんがいいんでしょうね、さっと撮られてこのクオリティなんですか。そうなんですよ、全然ポーズしてないです、もうなんかパーって普通にやってたらパッと撮ったのが、普段から姿勢も綺麗だし、いやそんなことないです。でもやっぱりね、ご自身がちゃんと整ってないとできないお仕事ですもんねだからすごいなと思うんですよねやっぱり内側から健康っていうのが外側 その人のオーラであったり、人が素敵やなっていう雰囲気やったり、それにも絶対つながると思うんですね。めっちゃ説得力あります、ありますか、よかった戻しますね一回、はい、じゃあね、よいしょ、いや素敵でしたね、でもなんかさっきお話聞いてて、その選択していくんですよって言って、でそれでファスティングがちゃんと自分で選択してコントロールして上手にできたら、その先にもっと素敵なことがあるんですよっていうのは、
自分の人生をマネジメントしていくのと本当に一緒だなと思って。全部同じです、ね、体も自分の、だって体を健康にするってことは、自分の体をマネージメントする、自分をマネージメントするっていうことなので、ね、全て選択なんですね、ね、うん、で先にファスティングで上手にできたら、うんうん、自信がつくじゃないですか。そうなんですよ。あ、意外に簡単やったっていうお客さんが多いんで、ね、それを自分の日々とか人生にも同じようにやっていけば、うんうん、はい、成功体験がどんどんこう増えていくと思うので、めっちゃ素敵ですよね。そうなんです。でやっぱりファスティングすると心が変わっていくんですね。いや、体も変わって心も変わって、その先もどん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 変わっていくっていうのがファスティングなんで。すごいですね、ファスティング、うん、ファスティングすごいです。でやっぱりコンサルも入れてるので、その人の体の状態見たら心の状態っていうのも全部分かっちゃうんですね。ドキドキたったって血液検査で。本当ですか？心の状態が血液検査で分かる。そうなんです。だからそこでまたコンサルをしていくと、いろんなことを話してくださるんですけど、そこでも私が、まあ、海外で経験したことだったり、なんか少しお話を入れてコンサルされると泣かれる方もいるし。わかります。ね、いろいろ抱えて詰まってるんですよね。そうです、そうです。だから本当にあのファスティングっていうのは人生をも変える、あとやっぱりあの、ね、妊活にもなるので。そうですよね。そうです。今あのあれでしたよね、男性が、うん、4人に1人、そうです、4人に1人だ。女性が6人に1人ですよね、うん、不妊って言われてるので、うんうんうん、これすごい問題ですよね。すごい問題だと思います。私あのファスティング、この健康のコンサルをやってる一つ、もう一つの理由があるんですけど、やっぱり日本を変えていきたいっていう大きい目標もあるんです、うん、日本健康にしたいっていう、うん、本当ですね、やっぱり次世代、世代をつないでいくっていう、つないでいくっていうところがすごくキーで、やっぱりあの私たち次世代のためにあの、ね、今活動していかないといけないと思ってるんで、その一つでやっぱり子供を授かるっていう、子供っていうところは多分すごく大きいと思うんですね。なんでやっぱりあのファスティングで妊活されてる方もたくさんいて、去年もお客様が何人かあの妊娠された方もいらっしゃって、すごい実証済みですね。あ、実証済みです、もちろんです。いやー、素晴らしい。健康な赤ちゃんを産んでもらって、いや本当ね、うん、あんまりなんかその辺もちょっとこうね、うん、なんていうんですかね、難しくてね、こう発信するのがね、うん、いろいろとこう、うん、繊細な問題で、うんうん、でもまあ、うん、私もそのご夫婦にね問題がある人に向けてその夫婦コンサルをしてるんですけども、うん、その一環でこのテレビも配信してるんですけど、うんうん、なんか思いが一緒だなと思って、うん、あの本当に尊い民族だと思ってるの で、うん、そうです、日本人が絶滅危惧種なので今、そうなんです、ね、うん、そうです、という思いは、うん、で私あの本当にあの韓国人なんですけど、日本で生まれて育って、うん、あのこの日本の文化っていうのは、私海外に出たから初めて日本って素晴らしい国やっていうのが分かったんです。本当そうですよね。ともみさんもね、うん、あのニュージーランドとかに、ね、いらっしゃったから、うんうん、本当にね、海外に出た初めて日本人の素晴らしさっていうのを私めちゃめちゃ感じたんですよ。で、私も日本人として、うんうんうん、この国に生まれた一人として、うんうん、この国のために何かを役に立てていきたいな、うん、立っていけたらなってずっと思ってて、うん、それで今の仕事もやってるんですけど、素晴らしい。本当に日本のこの絶滅危惧種を、ね、本当そうなんですよ、日本人を、ね、もうね、なんとか残していきたいっていう思いも本当にありますよね。あるんです。もうね、これもう私もあちこちで言ってるんですけど、絶滅危惧種もう笑われるんだけど、本当にそうなんですよ、うん、ね、私もそう思う、そういう思いいっぱいです。いや、嬉しいです。熱い思いでしたね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。あっという間でしょ、時間。ほんまですね。トモミさんとなんか日本人についてでもずっと喋れそうですね。なんかみんなに言われるんですよ、あっという間なんですけど、うん、ってね、最初皆さん緊張されてるんですけどね、うんうん、いや、ありがとうございました。もうお時間なのでね、そろそろ、次回もまたね、本当にエミさんのように素敵なゲストの方にね、お越しいただきますので、うん、またご覧になってください。で、あのエミさんのファスティングとってもね、あの魅力的なので、ご興味ある方、あのコメント欄にぜひコメントいただけたらと思います。
今日の素敵なゲストさんは改めましてファスティング&健康コンサルタントのキム恵美さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。